この公民館使ってないのめちゃくちゃもったいないですね。こっちは土地も金もないのに。すごいっすね、この違いが。サンドイッチマンって多分知ってるじゃないですか。 あの伊達ってあの金髪の方分かります？伊達ちゃんね、はい、あ、好きっすか。俺大して別に好き嫌いとかそういう感覚じゃなくて、面白い人たちでお笑い芸人だっていう感覚しかないんですけど、そのあんま言いたくないですけど、ソースカツ丼でしたっけ、はい、食ってる映像が2分か3分ぐらいの、100万回再生いってるってどう思います？いやマジで、あれね、いやーそうね、なんかでもああいう何飯を食っとる動画をみんな見るよね。マジっすか。見るらしいんだわ。結構見るって言うんだわみんな。俺には意味がわからんだけど、それお、まあ、大食いな人なんだけど、今日飯食うとこ撮ってみます一応。いやどうなんだろうね。僕ら一般人が意味ないですよね。そうだよね、多分。いや、意味ないと思うよ、俺らの飯食ってる動画見てどうすんのって話だよ。伊達の2分間すごい。そう、伊達ちゃんがで成立するだけであって、我々では成立しない。いや、すごい世界だよ。やばいっすよね。飯食う動画とかね、そのなんだね、あのまあなんか人気 YouTuber とかおるけど、動画に見ても一個も面白くない。一個も見る気にならんわ。だからね、今の子たちにはあれがおもろいのかもしれんけど、昔の人間の俺らがすると、えっていう。要はボコボコにするの、まあボコボコにするっていうか、手加減しながらも、まあ、圧倒的強さを見せつけるみたいな動画なんですけど、 そもそも空手やってたし、僕もスポーツやってたんで、いや卑怯やんって言いたくなりません？要は僕ら野球、まあ、高校まで野球やっとったやつらが、一流じゃないですよ、高校まで野球やっとったやつらが18、19のヤンキーでスポーツやったこと、まあガタイはいいかもしれないけど、まあそういうやつらと9球の野球の試合やって、僕らが圧倒的に勝つようなもんなんですよ、僕から見したらですよ。当たり前やんってなるだけじゃないですか。まあ仮にプロ野球選手の2軍の人たちがやったとしてもですよ。何がおもろいんですか。お笑いでその、なんだろうな、圧倒的感っていうの、要は負ける可能性があると思って見てるのか。いや、負ける可能性は絶対あると思って見てないと思う。じゃあ全然面白くないじゃないですか。本当にだから人を、そのヤンキーがボコられてるみたいな、ヤンキーで生きがとる割にはボコられてるっていう映像を見て楽しんどるから、だから弱い者いじめって。いや、そうなんですよ。僕らから見たらそうなる結果なんですけど、要は一般的なやつらってその弱いもいじめを求めてるじゃないですか、どっか。そう求めてるんだよ。あ、やっぱりっすか。そうだよ、やっぱり。だから弱いもいじめの映像、ああいう弱いもいじめの映像が残るんだよ。いや、もうすごくないっすか。昔は映像で残んなかったからそんなことはなかったんだけど、今ああやって残るじゃんね、残せるじゃんね、で 見せれるじゃんね。あかんと思うよ。だその5歳とか10歳とかの子供でも格闘技やっとる子とやってない子でスパーリングやらせたら圧倒的に勝つのなんか当たり前なんですよ。あれマジみんな気づいてないんですか。本当バカだなとか思って、気づいてないからね。気づいてないっていうか、もうそんなことも気にしてないんじゃない。気にしてるわけがないもん。だから弱いもいじめですよね、単なるなんか優越感の。そう何も、いやいや、こんな俺らみたいな人間からすると何も感じんのやけど、当たり前やんっていう。そう勝った当たり前だろうっつって、逆に負けたらもう問題あるわっていう話だから。いやー、もうありえんくってすっげえ世の中だなと思って。そう本当に。だからあれは弱いものいじめを見せる動画なんだ。ああ、弱いものいじめを、だから昔いじめられとったようなやつらがね、やつらがヤンキーにいじめられとったようなやつらが見て、キキキキキって笑って、俺らの気持ちが分かったかぐらいのレベルなんだ。そう、でもそれがもうまかり通っちゃってるからさ、残念ながら、いや、やれば分かるって空手を習えやって。だから逆に言えば俺らはそうやって考えれるけど、
そうなんですよ。考えられないよ、それは。そういうんだけ、そういう、なんだろう、ことを思っとるっていうか、弱いものいい目見るのが好きな人種だってことやで、日本人は。まあ、一人のやつが何回も再生しとるあれだけど、そういうことや。で、興味本位で見ちゃったってやつもおれば、まあ、一回しか見んやつもおれば、何回も見れば、ヘケヘケヘと思ってるやつもおるやろうし。人気があっちゃうよな。そこなんすよ。それがおかしいじゃないですか。実力と本物勝負じゃなきゃおかしいじゃないですか、世の中って。もうやっぱり、やっぱ人気なんだな。いや、でも相撲は違うじゃないですか。日本の国技って絶対横綱がトップでとか、うん、そういうの絶対崩さない伝統ってあるじゃないですか、うん、日本って本来、うん、日本はね。いや、ないじゃないですか、うん、それはもういかんわ。望んどるラインがさ、見とる人も雑魚なの。雑魚が雑魚に集まってるからしょうがないよね。雑魚同士だもん。大きい魚が食らいついてくるまでは雑魚同士はこう群れるわけよ、アジのように。ほんでそこら辺を一気に集められて、例えば YouTube みたいな企業ががっぽり持ってっちゃうわけじゃないですか。そう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 。で、この YouTube っていうウェブシステムは日本で作れるんですよ、うん、でもいかんはね、やっぱり。なんで言う？外人、外国物好きだから、そういうのは。まあ、確かに。まあ確かにそうなんですけど。そう。そこなんだろうね。外国のものから入ってきてるものにおしゃれさ感を求めるから。いや、もう。おしゃれじゃん。もう昔の自分もそうだったから、何も言えないんですけど。そうでしょ？おしゃれだったって思ってるでしょ？もう。無理なんだって。いや、いい大人がよいしょするから腹立つんすわ、俺。要は特別なジャンルってあるじゃないですか。あるね。日本で言ったら空手、相撲、そうそう、柔道とか、まあ、合気道、剣道とか、いいもんめちゃあるじゃないですか。あるよ。なんで総合的に習わせてくれないんですか、俺らに。まあね、それ。要はもう野球やったら野球やれ、ああ、空手やったら空手やれ。日本人のね、美徳としてね、そのなんだろう、一個のことを追求するっていうのが美徳だからね。まあそれ、達人になるっていうのが美徳だから。それはわかるんですけど、達人が美徳だから。その達人もテレビ見てますよ。うん、間違いない。8時間以外は。うん、間違いない。それは間違いない。もう本当に熱っちゃいましたね。23番ですか。23番。あ、オーリンジですか。そう、玉林。あ、玉っすか。